よし、じゃあやっていきますか。ということで、4枚当たれる。慌てますもんだね。じゃあ、いきます。どうも、複数ドーパミンのアルカディアです。3分レジで、あ、その、どうも、ガッティです。今日はね、ちょっと落ち着いた動画というかね、まあ、ちょっと筋肉系の格好してますけどもね。腹筋肉大丈夫ですか？大丈夫ですか？で今日はちょっと分かっていくから、苦手なことがあるってことね。そうなんですよ。裏声が出ねえ出ねえということなんですよ。そうです。で、腹筋ドーパミンで裏声ないでしょ。はい、ですよね、私は。ありがとう。じゃあやっぱり裏声使う曲ってなんだっつったら、ちょっと今パッと思ったけど、モノマネ姫かなと思って。なるほどね。じゃあまずじゃあ私がやりますよ。はい、いきますよ。もののけたちだけ。どうすか、ちょっと聞かれても。ちょっと裏声ってでもどうやったら出せるかって言ったらちょっとむずいっすよね。まあ今だとやっぱ極端だから、なんかちょっとこう軽くやってる感じかな、俺としては。ちょっと変える感じしてるのか、考え的には。こう、これ裏っすよ、これが表だとしたら裏ってことね。裏筋っすね。卑猥だな。突き抜ける感じなんですか。そう今もう右耳を変えるってございます。通り見てとサドビーですよ。はいはい、はい、やっぱ結構裏声使う気にそれで練習するってやっぱそのスイムとかだとやっぱひっくり返りって一瞬じゃないですか。あ、そう、一瞬の方がなんかこう声ひっくり返ったみたいな感じでやりやすいと思うんですよ。ドモノノケみたいな感じだとこうケツキープしなきゃいけないから、ひっくりもうなんかさ、あのリコーダーで立つのやつみたいな音がするけど、半々に見え開いちゃってるみたいな。それの再現度の高さで言えばもう 175% ですね。なりきった方がいいのかな。なりきった方がいいですね。おー、いいですよ。ナッツリペイエテヒクリ。残念すぎる。ちょっとまあ裏声に関してはちょっと練習を重ねて、ちょっとじゃあ今もうちょっと練習してみて、10分ぐらい練習しますね。ビストリップのオーダーメイドだったのに。オーダーメイドですか。絶対ね、永遠でかわいかしもかかる決めれません。ちょっと消費をさせやすい。ちなみにやつ、裏声が練習しやすい曲でちょっとくぐってみましょう。くぐってみましょう。ちょっと日本語完全にくぐってみましょう。裏声を出すにはまず姿勢、呼吸法、脱力、共鳴等の基礎がしっかり分かるんですよ。基礎があるんですか。まず姿勢と脱力、まっすぐ立ってだって。立って、じゃあ立ちますか。まっすぐ立って、足を肩幅に広げます。で、肩、胸、顎、腕などは脱力してリラックスします。腕は前、で、裏声の発声練習は母音のうか、えが出しやすい。どういうこと。だから母音がうかえのあれとか出せるから、けとかこうとかですね。けーみたいな。そうけーみたいな。こう喉の開き具合、確認しましょう。喉の開いてるか確認、声が出やすい。だから脱力する、裏声出す、意識しすぎると肩や胸に力が入ってしまうので、はい、裏声きれいに響かなくなって、その場合はできる限りと脱力をするに意識してください。脱力、はい。で、裏声を歌の中で使うには地声から裏声に切り替えてまた裏声に戻るっていうパターンが多く見受けられると、うん、で、地声、裏声それぞれ単体だと綺麗に発声できても歌の中だとスムーズに切り替えられない。そのため、裏声と地声の切り替えを体感で慣れていく、練習が必要と。少し高めの音で、ドーソードーの音を母音を絵で、
どうするどう思うこれね。ドゥーみたいな。ドゥー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 。どうするどうの音程をあのその絵で。で絵を絵で絵で発音する。おお。って感じ。おおいいですいいです。これをちょっと練習をちょっと繰り返すんですけど、今は時間がないんで練習練習曲なんだジェネレーションとクラブエグザイルドライブウィービル、あの場所でエグザイル桜と消防屋の方をウィービルはもう知ってるわですね。いつでもそばにいる海の漂流広い心で君だけ守りたくて今日まで歩いてきたみたいな感じなんですよ。いや、耳コピーでいきます。いや、一番重いじゃ桜読書でやるっすか。桜読書っすか。僕はずっと君とまた会える日々を桜が舞って物まねした吹いて桜桜いざまいゆかぬ永遠にさんざめく光をはみてさらば友よまたこの場所で桜舞い散る道の不意でどうですか自分どうですか全然さらば友よまたこの場所で桜舞い散る道の散る道の不意でちょっと真似してたってなるんですよ。ごめんと10分経つんでそうっすね。ちょっと練習の成果だからちょっと裏声が使いたいんだけどこの使いたいけど使えないからちょっとこの曲でカラオケで歌ったことないみたいな曲を、はあ、ちょっと歌ってみて。スイムでいいっすか。いいでさっきね、練習番組やったから目移りペイエテ光さしてちょっとでも、かずれてるけど出るようになってきてるこれ、ちょっとレンチャンで歌ってくださいじゃん。目移りペイエテ光さしてなお恋に距離向かってフォローをビリビリビリなお通りペイエテひっくりさせてちょっと待って、出るよ君の好きな方へ泳いでって感じですね。ちょっと出るようになったいや、だいぶでも大丈夫だってリコーダーがこの場合の人の声になってましたそうっすね。じゃあちょっとレベル上げていきましょうか。ミステリーのピリオドの今この瞬間君に似合う言葉を集めたのってことですか。あー確かにいきますかじゃあよきゃまずいぞよきゃちちりびょう落ちてんのを気の狂いぶてぐアウトサンプルかつれてぶつめるでけるぞ君のことまで何一つ知らない今この瞬間君に言うことでも集めて俗人の花束を受け取っておくれって感じ。もうでもねもうちょっとずつできたらそうっすね。物言い決めていきますか。物言い決めてください。もののみたいな寒いやつ寒い
違いとるんですよ。そうですね。ちょっとあのもし裏声が出なくてちょっとここが歌がこううまく歌えないって悩んでる人はポンキーですね。ここに来てください。それではラスト。